彼の怒りを買ったんだ、スヴェン。森の精霊は復讐をしようとしている。これは我々が掟を破ったことへの警告だ。怒りを買った？あの化け物にもう5人も殺されたんだぞ。あいつは掟なんぞ毛ほども気にしてない、イカれた森の怪物だ。胸を一突きか。その精霊手強そうだぞ。そうなのか。あとお前は誰だ？何でもやだ。条件が合えば問題を解決してやる。ウィッチャーだな。雇われの殺し屋だ。この村には善良な村人しかいない。お前の仕事なんてないぞ。本当か？これをやった怪物は凶暴で恐ろしく強いやつだ。俺なら力を貸してやれる。金を払えばな。面白い男だ。仕事を任せるぞ、ウィッチャー。報酬は支払おう。怪物は復讐しようとしていると言ったな。なぜだ？誰にだ？我らの祖先は槍とナイフで狩りをしていた。それで森の精霊は満足し平穏に暮らせた。飢えることもなかった。その頃だって精霊は人を殺してた。狩りをしていた男たちがどれだけ死んでると思う？漁師が戦争で死んだから精霊はますます血に飢えてるのさ。我らはアンクライトだ。他の連中が金で買うものを命と血であがなう。お前のような奴が恐怖を煽り俺たちを縛りつけるんだ。この森は俺たちのものだ。今こそあの化け物の息の根を止める時だ。話は十分だ。怪物に困っているのは分かった。だが解決を望まないなら俺は構わない。もちろん望んでるさ。怪物の首を取ってくれたら報酬は弾むぞ。話している間に死体を見ていたが情報が足らない。あたりを調べて敵のことをよく知る必要がある。慌てるな。昔からの掟に従うのもまだ遅くない。俺のやり方は俺が決める。今のうちに金を集めておくんだな。大陸は空気が悪いと見える。細く深い切り傷、カミソリみたいだ。そうとしない方がいい。爪を研いだか、それとも縄張りを表しているのか。レーシェンか。オスでかなり高齢だ。くそ、印をつけられたのは村人の誰かだ。森に行って痕跡をたどってみた。侵入者を恐れさせるのがうまい精霊だ。言ったろ、殺すのが好きなんだ。十中八九弱いを重ねた霊神だ。じゃあただの怪物なのか。俺の言った通りだ。ただの化け物とは言えん。村の平和を脅かす怪物だ。俺を雇うなら何とかしてやろう。心配するな、金なら出すさ。一つだけちょっとした問題がある。あの霊神は村人の一人と契約し運命を共にしている。その村人がこの辺りに住んでいる限り奴を完全に殺すことはできない。老人たちの誰かハラルドだな。奴とは話したんだろ。
話では分からん。契約の因を見つけないと。村人は信じないな。よそ者が仲間を非難しても耳を貸さない連中だ。契約の印を見つけたらあとは俺に任せろ。ウィッチャーの力を使えば森の精霊がつけた印を探せそうだ。スベンは今日も来るかな。きっと来るわ。あなた、ウィッチャーでしょ。あなたに霊はこの子を。クソ。悪も必ずや断罪し、敵に急速を回さない。怪物と契約してるやつは見つかったか。自ら契約したわけではないようだ。本人すら気づいてない。年寄り連中のことはよく知ってる。どいつもこいつも母親を怪物に差し出すような偏屈者ばかりだ。話してもしょうがない。まずは怪物に協力するやつを殺さないと。誰も死ぬ必要はない。契約者が村を出ればそれで済むことだ。戻らなければレイシェンは復活できないのだから。ウィッチャーの言ったことを聞いたか。老人たちを追い払えばいつまでも平和に暮らせるぞ。老人たちじゃない。なら誰だ。お前と話していた娘だ。彼女を追放しよう。お前が言ったことだ。しかし村の仲間だろ。村のためだぞ、スベン。彼女を追い出せ。二度と帰ってこないように。永遠に戻らないように。レイシェンを倒すのは簡単じゃない。奴を仕留めるまでは邪魔をするな。家に入って外に出るな。俺が戻らなかったらケイヤトロールドに使い遅れ。言う通りにする。頼んだぞ、ウィッチャー。ドラゴンと戦ったことある？ここから先がレイシェンの縄張りだ。奴を探す前にここのトーテムを全て壊しておかないとな。
らほら見ろよ、ウィッチャーがやってくれると言っただろう。何があったんだ。お前が怪物を倒してる間に俺たちも怪物の味方を倒しただけさ。心配するな、約束は守る。お前の報酬だ。よくやった。何も変わらない。レイシェンは確かに死んだが、村では人が死んでいる。お前の仕事は終わった。お前はお前の、俺は俺の仕事をしたんだ。村人たちはこれを咎めないのか。みんなが冷静になれば、罪人は罰を受けるべきだと理解する。聞こえたか？この村を恐怖が支配することはなくなった。もう誰も殺されない。分かったら家に帰れ。お前もだ、ウィッチャー。立ち去れ。ここにはもう怪物はいない。見張っているからな。見た目通り腕が立つのかどうか。昔のスケリッチは異国の者も少なかった。